はい、どうもこんにちは、弟子一です。で、今回はですね、ガチンコマイル塾スーパーセミナーのお知らせということで、近々開催する新しいイベントのお知らせをさせていただきたいなというふうに思ってます。で、今回かなりね、興味深いウェブセミナーになってるんで、ぜひね、楽しみに、聞いていただければなというふうに思ってます。で、今回のそのウェブセミナー、まあウェブセミナーっていうのはインターネット上、あんた自身のパソコンだったりスマートフォンだったり iPad だったりで、こう実際にインターネットを回線があるところだったら受講できるような形で、実際に、まあ、今回塾長ですよね、おなじみのガチンコ塾の、まあ、塾長がね、いろいろあなたに新しい技をね伝授してくれるんですけれども、まあ、塾長自身も結構世界中放浪していたりとか、まあ、僕自身も弟子1なんですけれども、弟子1もいろいろちょっと海外にね行ったりするんで、なかなかその直接会うっていうの時間がやっぱり取れなかったりするんで、今回またオンライン上でね、そういうシステムを使えばあなた自身も受講できると思うし、いろんな方にお届けできるのかなってことで、今回のそのウェブセミナーっていう形を取らせていただきました。で、今回のそのタイトルは一流の旅行者になる極意ってことでね、まあ、今までマイル塾、ガチンコマイル塾でねお話できなかった、まあ、塾長の秘密ですよねっていうものを今回公開していきたいなというふうに思ってます。で、まあ、実際にちょっと今回のその一流の旅行者っていうと、なんていうかな、あんまりこう具体的ではないですよね。一流の旅行者ってなんかそのマナーみたいな感じで、マナーを極めてね、なんかスーツの着こなし方なのかなとかね、そのネクタイの留め方なのかなとかって多分思ってしまう人もいると思うんですけども、今回のこの一流の旅行者っていうのは、塾長自身がもう二十数年以上かけてね構築した本当の飛行機の乗り方なんですよね、本当ので。まあ実際にこれすでに音声とかね、今までの YouTube 聞いてくださってる人はね、塾長って何者なのっていうふうに多分思ってる人ってすごく多いと思うんですけども、まあ実際に彼自身って本当に謎の人物で、まあ、僕自身もまだ全然わからないことたくさんあるんですけども、まあ、その中でやっぱり特に時間を一緒に過ごさせてもらってね、一緒に飛行機乗ったりとか、まあ、チケットの予約画面とかをいつも 見させてもらうんですけども、若干やっぱり違うんですよね。で、普通の人はここをこういう風にやるのものが、塾長はまた別のやり方をしていたりとか、また別の普通の人が意識しないところに意識を置いたりとか、重点を置いたりとか、また例えばこれ空港でのそのね、まあそこのね、なんていうかな、担当者とのやり取りっていうのもまた興味深いやり取りがあったりとか、一つ一つのなんか行動とか作業っていうのはやっぱり普通の人と全然違うんですよね。で、僕自身もただ上級会員に、まあ、なることができてね、おかげさまでそれなりのライフスタイルっていうのを送れているんですけども、それ以上にやっぱり何か秘密っていうのが彼自身の動きを見ていてたくさん気づくことがあったんですよ。で、今回その彼自身が実際にじゃあね、どういう旅行の仕方をしているのかって、その一連の流れですよね、それをもうちょっと教えてほしいなってことで聞き出したのが今回のこのウェブセミナーの内容になってます。だからこれ実際にこれ普通のいわゆる日本人のツーリストとしての旅行者ではなくて、本当に世界を生き抜いてきた人が使う旅行者ですよね。旅行法っていうのを今回ね話させてもらってます。で、具体的にそのリスク管理の方法だったりとかね、まあこれ空港に行く前のまず予約の段階から入るんですけども、いつから予約してね、どんなチケットを買って、で、どこのところから乗るのかっていう、そういうところから入ってて、じゃあ実際に空港に何時間前に着いたらいいのかってところから、じゃあ空港ではこういう作業して、こういう作業して、じゃあラウンジに入ったらこうしてっていう感じで、で、飛行機の中ではじゃあここに座ってね、で、必ずスチュワーデスさんにこれお願いしてとか、で、着いたらまずこれをやってとかっていう、やっぱりその一連の作業っていうのがあって、で、それがやっぱりできると、そのまず何が起きるかというと、移動がどんどん快適になっていくんですよね。で、移動が快適になると、もっともっと海外が冷静に見れるようになると思うんですよ。で、僕自身も結構海外に行くようになったからね、やっぱりその移動が楽になった瞬間ですよね。移動が苦じゃなくなって、移動が自分自身の一つのその居心地のいい場所であって、一つ自分自身の何ていうかな、こう確保できる場所としてそういうところが構築できてた時に、やっぱりその旅の見え方っていうのが少し変わってったんですよね。そうで、それにはやっぱり塾長のこの旅の仕方っていうのがやっぱりあって、で、それがやっぱりあるかないかで全然あなた自身のこれからの生き方も変わってくると思うんですよ。で、すでに今回これ聞いてくれてる人でもね、マイルも溜まってる人もいると思うし、上級会員になってる人もいると思うんですよね。でもそれ以上上っていうのは多分分かってない人っていうのも結構いると思うんですよ。なんで今回はそういう人たちに向けた今回企画っていうのを今回させてもらってます。なのでぜひね、ちょっと今回楽しみに、本当にね、全然違うような思考が聞けると思うので楽しみにしていきたいなというふうに思ってます。で、今回そのメインのタイトルは本当に世界中で生きてきた男ですよね。本当に塾長自身が、まあ、信じてもらえるかわからないんですけども、もう20年間以上ですよ。二十数年間以上、
まあ、上級会員っていうのを続けてたりとか、いろんな世界を回ってきたりとか、まあ、逆にこうテロが起きやすい国だったりとかね、その治安がいい国だったりとか、いろんな場所を見てきて、で実際にその一連の旅行っていうのを行ってきた中でのやっぱり塾長がやってることですよね。でもちろんその旅にはね、あのいいことだけじゃなくて、やっぱりハプニングっていうのも起きて、飛行機が遅延したりとか、そのロストバゲージが起きたりとか、いろんなことが起きてくるわけですよね。でその中でじゃあどういうふうにすれば最小限にリスクを抑えることができるのかだったりとか、そのやっぱりリスク管理ってところって結構旅行してる時って多くの人抜けちゃうと思うんですよ。だから何かあった時にどうしようどうしようって感じになって焦っちゃってね、で結構その損してしちゃってる人っていうのも多いと思うんですけども、そういうリスク管理に関する話っていうのも今回の中にかなり含まれているので、ぜひね、楽しみにしていてほしいなというふうに思ってます。で、まあ、そんなわけで今回ちょっと急遽のウェブセミナー、主催させていただくことになったんですけれども、今回ね、2部制度に、させてもらってます。で前半戦が、塾長式スーパー飛行機移動術ってことで、具体的に塾長が行っている、今でも毎日行っているその飛行機に実際に乗る方法ですよね。具体的にだから予約からその実際にラウンジ空港に着いた時からラウンジに入ってから搭乗からね、で飛行機の中からでアライバルまで、その全ての一連の流れっていうのをステップバイステップで全て分かりやすく説明してもらってます。でここではじゃあこのカードを使ってください、ここではこれやってくださいっていうのも全部で話されてるんで、あなた自身のその実際の旅行に置き換えられるんですね。で塾長ってなんかすごい大金持ちだからできるんじゃないのっていうふうに思うんですけど、実際に誰でもできる内容なんですよ、ほとんどっていうのが。なんかいきなりねリムジンをハッカーするとかそんな内容とか一切入ってないんで、ご安心してほしいんですけども、本当に誰でもすぐにできる実践内容なんですよね。そうだからぜひちょっとこれあなた自身もすぐにできる行動ばっかりなんで、ぜひね試してみてほしいなというふうに思ってます。で、まあ、後半はですね、実際にこの Q&A ってことで実際にいただいた質問に答えてます。で特に今回はホテルに関する質問だったりとかが多かったんでね、それらに関する Q&A っていうのをお答えさせていただきたいなというふうに思ってます。まあ、一応そんな感じでちょっと今回ねウェブセミナー開催させていただくんですけど、今回ねこのウェブセミナーの参加費になるんですけど、今回その一応ね僕たち自身もそのまあ塾長の話聞いてくれてるとお気づきな方も多いのかなというふうに思うんですけど、本当に多くの人に本当の旅行法を知ってもらいたい。本当に日本人ってやっぱりその旅行に関する知識だったりとか、その行った先に関してはやっぱり一流だと思うんですけれども、そのそれ以外のやっぱり移動の仕方だったりとか飛行機の乗り方だったりとか、その快適をやっぱりなんていうかそこにかける思いっていうのはやっぱり少ないと思うんですよね。でそういうのをもうちょっと多くの人に伝えていきたい、分かってほしいなって気持ちがあって今回、まあ、主催させていただいてるんですけども、かといってじゃあね無料でやるといいのかというと、やっぱ無料だと絶対変な人も来てしまうと思うしね、やっぱりお金を払うからこそ人って本気になると思うんですよね。ちゃんと本を読むと思うんですよね、学ぶと思うんですよね。だから今回まあなんていうかな、今回のウェブセミナーっていうのは寄付制度っていうのをまた取らせていただきたいなというふうに思ってます。で寄付制度って何ですかってことなんですけど、まああなたがね日頃まあ塾長とね僕自身のガチンコマイル塾の音声とかね、まあ、YouTube を聞いてみてこれくらい役に立ったよって感じで、でまあこれくらいだったら今度のセミナーにも価値を感じれるんじゃないかなっていうご自身が思う量っていうのを、まあ一口3万円からになるんですけども、寄付いただければなっていうふうに思ってます。で内容的には正直僕の中ですよ、僕の中では多分もう 2,30 万ぐらいのレベルの内容なんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ一応ね全部まだ話されてるわけじゃないんですけれども、一応話を伺ってる感じだとそれくらいの価値はあるのかなというふうに思ってますね。なんでかっていうと、やっぱりその修行って絶対にお金がかかりますよね、必ず。でいくらっていうふうにお金がかかると思うんですけども、そのすでにかかるお金がやっぱり塾長のやり方をやるとマイルはまずとにかく貯まるわ、その実際のコストは下がるわ、でプレミアムポイントっていうのが貯まるわっていうことで美味しいんですよね、とにかく。やっぱりもともと修行でお金を使うもの、旅行って結構お金使いますよね。それら自体をやっぱり圧縮してくれる、そのしかも恩恵を受け取りながら圧縮してくれるっていう内容があるんで、確実にこれ得するのはもう間違いないんですよね。で実際にこれあなた自身もじゃあネットで叩けば出てくるんじゃないですかって思ってると思うんですけども、ネットで出てくる情報なんてもう遅いんですよ。で実際に結構使えないものばかりだったりとかね、やっぱりそういう部分っていうのが多いんで、結構リアルタイムな生な情報が聞けるんでね、まあ、そういう意味でも数十万円ぐらいの価値はあるのかなというふうに思ってます。まあ、でもね数十万円っていうのも人によっては高いと思うんで、まあ、あなたが価値を感じた量だけ今回寄付をしていただければなというふうに思ってます。まあ、そんな感じなんですけど、今回一応ねウェブセミナーということで、まあ、日程下に書きさせていただいたんですけども、お書きの日程で一応開催させていただきます。で前半に関しては一応塾長のね移動術ってことで実際にウェブセミナー上でお話をさせていただいて、その後にまあちょっとね10分ぐらい休憩を取らせてもらって、その後にまた Q&A ってことで時間を設けさせてもらってます。まあ、全部でねだいたい2時間から2時間30分ぐらいの間を予定してるんで、まあ、途中でね休憩も入るんで、その間に休憩行ってもらったりとか水飲んでもらったりとかご飯食べてもらったりして、うまく自分自身をリフレッシュしていただければなっていうふうに思ってます。
まあ、一応そんな感じでちょっと今回ね、あの塾長セミナー、開催させていただくんですけども、今回急遽ね参加してくださった方、あのウェブセミナーに参加してくださった方には、塾長バッグっていうのを実際に公開させていただきます。塾長バッグで、塾長バッグって何ですかって感じだと思うんですけど、まあ、塾長自身がまあもう本当に20年以上実は同じスーツケースですよね、まあ、とあるスーツケースっていうのを彼自身使ってるんですけど、その中身っていうのってあまり公開してくれなかったんですよ。でも最近ちょっとこれ、まあ、今回ね寄付してくれた人にはいいよってあの許可をいただいたんで、実際に塾長のバッグの中身がどうなってるのか、スーツケースの中身がどうなってるのか、何が入ってるのか、まあ、世界で生きている人間っていうのは何を常にね持ってるのかっていう内容をね、実際にあの本物ですよを公開させていただいたビデオをあなたにお届けさせていただきたいなというふうに思ってます。でもう一つが、ホテルメソッドですよね。実際にこれホテル、興味ある人もいると思うし、興味ない人がいると思うんですけど、正直僕からするとあの飛行機の上級会員より美味しいと思います。なんでかっていうと、飛行機って結局時間が限られてますよね。やっぱり東南アジアとかだったら7時間とかね、長くてもそれくらいだと思うんですけども、でオーストラリアとかだったらその10時間とかですよね。でやっぱりその10時間っていう間で何十万とか払うよりもね、例えばホテルってすごくその1日とかいますよね。その中でやっぱり美味しい恩恵を受けた方がいいと思うんですよ。ご飯をあの無料で食べられたりとかね、その VIP ラウンジが使えたりとか、やっぱりいろんなそのホテルの恩恵ってあって、それらがやっぱり僕自身結構価値が高いのかなっていうふうに思うんで、まあ、2つ目の特典としてホテルの実際にねどこを選んでいてどういうふうにしてポイントを貯めていけばいいのか、どういうふうにして利用していくと最大限に恩恵を受け取れるのかっていう、そういう話をしたねあのものっていうのも今回特別にあなた自身にお届けさせていただきたいなっていうふうに思ってます。一応そんな感じでですね、ちょっと今回急遽、ウェブセミナー開催させていただくんですけども、まあ、ぜひねちょっとこれ興味ある人、まあ、今までガチンコマイル塾聞いてねちょっと役に立ったなとかね、塾長なんか面白いからちょっともうちょっと話聞いてみるかとか、いい加減グーポチの次話せこの野郎とかって思っている人は、かなり今回のセミナーあのそれなりに濃いと思うんでね、あのぜひ受講いただければなというふうに思ってます。あの、まあ、僕自身も本気でねやらさせてもらうし、塾長自身ももちろん本気なのは言わずもがななんですけども、それ以上にやっぱりその、うん、そこに来たくれた人ですよね、仲間同士でこ う, うまくつながれたりとか、うん、まあ、今回ウェブセミナー上なのに、ね、直接つながれるわけではないんですけども、まあ、ウェブセミナーに参加してくれてね、それなりに寄付してくれた人同士にはちょくちょくこうセミナーを招待したりとかね、そうやって集まれる機会っていうのを作ってもらって、なんか勧誘してるわけじゃないですよ、そういうのも作ってるんで、そこでいろいろと、ね、情報交換とかできたら、まあ、いいのかなというふうに思ってるんで、あの、まあ、一応そんな感じでね考えさせてもらってます。なのでぜひちょっと今回の話を聞いてみて、私ちょっとウェブセミナー参加してみたいな、なんか塾長の話もっと聞いてみようかな、グーポチなんか気になるなっていう人は、かなり今回本当に正直もうこれ保証します濃い内容だと思うんで、ぜひねこの下から受講できると思うんで、受講いただければなというふうに思ってます。でちなみに今回のこの申し込み期限、過ぎたらね、もう本当にどんな理由であろうがキャンセルというかね、申し込みはできないようになってるんで、ぜひね期限だけは、気をつけていただければなというふうに思ってます。まあ、そんな感じでちょっと今回急遽ねビデオ撮らせていただいたんですけど、またねあなたにいろんなね塾長のメソッドをお伝えできることを嬉しく思ってますし、これからもぜひガチンコマイル塾を、楽しみにしていただければなというふうに思ってます。そんな感じでちょっと今回はビデオを終わりたいなというふうに思ってます。最後までご視聴くださって、本当にありがとうございました。